どんどん、ハローうもマルです今回はレーザーがグローバル市場向けに新製品発表会を開催しそこで色々と気になる商品が発表されましたので今回はそちらをご紹介していきたいと思います実際の発表会の様子はこちらレーザーの公式サイトからも飛ぶことのできるこの YouTube の動画の中で発表されていますがこの動画は長さが8時間もあって かなり長い動画でしたので今回はその中にも新製品情報だけをピックアップしてご紹介したいと思いますもうすでに今回のイベント「レーザーコン2022」このイベントの詳細ページは国内向けの公式ページの方でも掲載されておりここに発表された新製品などが出ていますおそらくこれら新製品につきましては国内向けのページに掲載されているということで 今後国内で発売されるというのはほぼ間違いないかと思います例えばヘッドホンとしましてはこのよう猫耳のようなヘッドホンレーザークラーケンキティ V2 プロという製品も発表となりましたいわゆるヘッドホンとして使うだけではなくゲーミング用のヘッドセットとして使うこともできますのでこちらにマイクも内蔵されています 一見するとギャグっぽいデザインではありますがちゃんとレーザーのクラーケンシリーズの最新機種ということで内蔵しているドライバーも最新のものが搭載されており音質ともに優れたモデルとなっています。あとこちらのページには掲載されていませんがすでに先行して販売中のレーザーカイラプラハイスピードというこちらのヘッドセット このヘッドセットの振動機能が省略されたレーザーカイラハイスピードというモデルも発表となっています。基本的な音質面での性能というのはこちらとほぼ同じ、A、というモデルで便利な機能としましては 2.4GHz の接続それから Bluetooth の接続両方をワンタッチで簡単に切り替えることができるようになっており例えば スマホとそれからパソコンとそれぞれペアリングをしておきパソコンでゲーム中にスマホでツアーかかってきた場合は Bluetooth に切り替えてこちらで対応するということもできる製品となっていますそれからこちら一見するとワイヤレスイヤホンにも見えますがマイクとしても使うことのできるこういったワイヤレス製品も出ていますもちろん 主な機能は一般的なワイヤレスイヤホンと似たような機能ではあるんですが実は大きく異なる点がこのレシーバーになりますそれぞれのモデルレシーバーがついておりこれを使うことによって低遅延で通信を行うことができますこういった Bluetooth 機能を持ったワイヤレスイヤホンの欠点としてわずかではありますが遅延が発生してしまうというのがどうしても Bluetooth の弱点でもありました それを改善するためにこのようなレシーバー接続することによって動きの速いゲームアクションゲームなどでも遅延なくプレイできるよう低遅延でしかも耳にはめて使える運用しやすいスタイルで使うことができるというとても便利な製品となっています意外とこういった小型端末であってもバッテリーは長く持ちますので一日中朝から夜までゲームをプレイするという方以外は実はこういった製品 耳につけた際も重たくなく肩こりも防ぐことができて一番使いやすいデバイスとなっています今回はこういったコンパクトなアイスペックなモデルというのも発表となりましたそして今回のある意味本題でもありますがタブレットが発表となりました こちらは国内向けの公式ページには掲載されていませんので、現時点ではそちら、国内で発売されるかどうかというのはかなり怪しいところはありますが、発表された製品がこちらになります。こちらがレーザーの海外サイトの方になりますが、海外サイトの方には掲載されているこの新製品、これが今回発表となりました。 タブレットというよりはサイズ的にはファブレットスモータブレットの中間ぐらいのサイズのデバイスですが特徴としてはゲームに特化したモデルとなっていてこのようにコントローラーを左右に取り付けて Nintendo Switch のようなスタイルでプレイすることができるというのがこの製品最大の特徴ですあと内蔵のスペックにつきましても実は CPU など他社ではあまり採用されていない特別な CPU が採用されています まずはこの製品、主なスペックをご紹介していきます。製品名としましては、レーザーエッジというのがこの製品の正式な製品名となりますが、このレーザーエッジいくつかバージョンがあります。主なスペックにつきましては、各バージョンほとんど共通ですので、えー、重要なポイントだけご紹介していきます。まずは共通するスペックとして c p u こちらはクオルクモのスナップドラゴン G3X Gen1 が搭載となりますこのスナップドラゴンの G シリーズ自体は実はもうすでに2021年の年末頃には登場した CPU ですが今回はその最新世代のものが搭載となりますそしてまだこの最新世代のものは今回のレーザーのこの製品以外に搭載した機種発表されていませんのでおそらく世界初の レーザーこのレーザーエッジがスナップドコンの G3X 搭載モデルとなりますこの CPU ここではあまり詳細なスペックを記載されていないんですが実はクロック周波数が 3GHz に達する製品となっています 3GHz といいますと少し前のパソコンなどと同じぐらいのクロック周波数で そうなると何が問題になるかと言いますと発熱がとても大きくなってしまいますもちろんパソコン用のインテル CPU などと比べますとあくまで ARM プロセッサーになりますので発熱も、えー、パソコンのような感じで例えば100度以上に達するということはありませんが冷却しながら使わなければパフォーマンスを発揮することはできないというところがありますのでそういった冷却システムも本体の中に内蔵となります ディスペイにつきましては6.8インチ解像度は 2400×1080 ドットの有機イールディスペイリフレッシュレートは 144Hz とモバイル用のデバイスとしては最高クラスのリフレッシュレートとなっていますラムにつきましては8イヤーと意外とここは容量が少なめとなっています、えー、まあゲーミングデバイスとしてこれぐらいあれば十分という判断なのかもしれません ストレージにつきましては 128GB 規格としては UFS3.1 の高速なストレージとなりますオーディオにつきましては内蔵スピーカーが当然搭載となりますあとはカメラこちらはフロント側に500万画素のカメラが搭載となります つまり、この製品は、サイズ的には少し大きなスマートンというサイズではありますが、スマホとして使うということはあまり想定されていないようで、カメラは全面側となっています。バッテリーは 5000mAh。Wi-Fi は最新の Wi-Fi6E に対応。Bluetooth もバージョン5.2に対応となっています。あとは USB は Type-C3.5 倍のイヤホン端子も搭載となります。 あとここ、ネットワーク部分、すべてのモデル共通して Wi-Fi6E に対応していますが、最上位モデルのみ、5G に対応となります。サブ6、ミリ波、両方対応ということで、実はこの部分の性能、かなり高性能となっています。本体のサイズとしましては、幅260ミ、mm、リ、高さ85ミ、mm、リ、厚みは11ミ、mm、リ、 重さは 264g となります。専用のコントローラーをつけますと約 400g ということになりますがそれでも割と軽量な製品となっています。ということで以上があ今回発表されましたレーザーの新しいゲーミングデバイスレーザーエッジのスペックとなります。基本的に大きな違いとしましてはここ。 5G に対応しているかいないかというところが今回のラインナップの中でも大きな特徴となってきます。それ以外は CPU、ディスペイ、ストレージすべて共通ということで、モバイルネットワークに対応しているかどうか、そちらが大きなポイントとなってきます。外観的には先ほどご紹介したような感じで、えー、とにかくまあ一言で言うならば、 任天堂スイッチのようなデバイスとななっていますなお既に先行してレーザーはこのコントローラーだけのパーツというのを販売していて iPhone だったり Android など一般的なスマート接続して使えるようなコントローラー部分を販売していますが今回のこのレーザーエッジ用に搭載されているこれはさらに性能が上がった上位機種が搭載となります。 あとは特徴としましては何といってもこの CPU 他社ではまだ採用していないスナップダゴンの新しい CPU が搭載されているということでここは一つ特徴と言います G3X Gen1 という CPU が採用となっておりこの CPU の最大の特徴はクロック周波数が最大 3GHz に達成するということで、まあ、とにかくその分処理性能が高いというところを これが特徴ですが、その反面、発熱も大きくなってしまいますので、本体には冷却システムを内蔵されています。あとは音質につきましても内蔵スピーカーが搭載されたり、まあ、十分な音質と言えますが、基本的にはワイヤレスイヤホンを接続したり、あるいは有線イヤホンも接続することができますので、そういったものを接続しているプレイ。 するそれが主な使い方になってくるかと思いますなおコントローラーをつけた背面側はこんな感じ基本的にはコントローラーは外して使うこともできますのでこの部分このようにアルファベットの H のようになっている部分がコントローラーこれを外しますと普通のスマホタブレット的な外国になります 肝心の価格につきましては、海外モデルにつきましてはもうすでに発表となっており、大体日本円にして6万円から7万円台半ばという価格で販売されます。これは現在の円安の影響もあり、かなり価格は高めとなってしまいますが、以前の感覚で言いますと、大体5、6万円という価格帯の製品になっています。 ですので円安の影響さえなければ実はかなりリーズナブルな製品となっていますのでぜひとも円高の時に国内でも発売してほしかったところはありますが現在国内で発売されるかどうかというのは今のところ未定となっています冒頭でご紹介しました国内向けの今回のイベント公式ページにつきましてもこの製品が掲載されていなかったということで 国内モデルあまり期待しない方がいいかもしれませんただ発売がスタートしましたら並行輸入品などを自分で購入することは可能となりますのでもしどうしても欲しいという方あそういう方はそういった並行輸入品などを通販サイトを利用して購入するというのもいいかと思いますこの種の製品はこれまでもたくさんありましたがとにかく CPU がハイスペックなものを搭載していたアーティものは ありませんでした、えー、例えば以前発売されたモデルで言いますとメディアテックの CPU が採用されていたりなぜかこの種の製品はスナップアゴンが採用されることが少なかったんですがこの製品はスナップアゴンでそしてまだどこも採用していないとてもハイスペックなスナップアゴンスナップアゴン G3XGM1 が搭載されるということで。 コスパ的には意外とコスパの高いモデルとなっています。ということでいかがだったでしょうか。今回は目玉的な発表。このレーザーの初となる Android のゲーミングデバイス。これが発表されたあーというところが大きなポイントとなっていますが、そもそもレーザーが販売している多くの製品がパソコン向けのゲーミングデバイス。それが多くなっています。 ですので、すのゲーミングデバイスレーザーエッジが国内で販売されないかもしれませんがその他のデバイスワイヤレスヘッドセットであったりあとこういったワイヤレスイヤホンこういったものは国内でもほぼ間違いなく発売が行われますのでゲーミングデバイスはないかもしれないけどこういった周辺機器これは国内での発売も十分期待できますしもう既に販売されているモデルもありますので これから国内で販売されるモデルなど購入を検討している方はこれからお金を貯めておき発売がスタートしたら購入するというのもいいかと思いますまた具体的に国内向けの製品国内で発売される製品が公式に発表されるかと思いますので発表がありましたら改めてご紹介したいと思いますということで今回はレーザーが発表しました2022年の新製品 そちらにつきまましししてご紹介しました。なお一部販売がスタートしているモデルもありそちらはこの動画の概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきます気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上ですグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします